ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。新宿駅裁判線から発車する特急や準特急は、出発進行ではなく、出発注意の信号表示で発車していました。見てわかる通り、急カーブですね。このトンネルの先には、下り線へ渡るための、分岐器があるので、スピードが出せません。甲州街道下を走るので、カーブがあり、6基の閉塞信号は、減速の表示です。ああ、京王ライナーが、かぶるーん。高塚駅近くになると、進行の表示になるので、速度を出せます。速度消火式 ABS の頃の話です。安全第一のために、工夫がされていました。新宿高塚間で減速しながらカーブを走るのは、多摩川上水が地形に沿って曲がって開拓された影響です。大昔、地上を走っていた時と同じカーブです。カーブ間は工事しましたが、そのままの形で地下化されました。車輪と線路の摩擦音が大きいですね。さて、京王ライナーにでも乗りましょうか。今度は、別の列車に乗りに行こうかな。そういえば、このトンネルで、LTE が使えるんだよな。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。